プロ野球選手として残した数字もさることながら、運命にさえ愛された男、長嶋茂雄。長嶋といえば、1959年の後楽園球場で行われた天覧試合、天皇皇后両陛下の観戦は21時15分までと決められていた。タイムリミット3分前の21時12分、長嶋はサヨナラホームランできっちり試合を終わらせた。こういった場面で本当にミラクルを起こしてしまうところがファンを引きつけたゆえんであると言えるだろう。ファンのため、ファンあってのプロ野球と常に発言していた男の野球人生はどのようなものだったのか。続きはフル動画をご覧ください。